彼方へ、まだ見ぬ地へ、新たな目指すべきその場所へ。皆さんこんにちは、エンリックスパートナーズの尾中と申します。これから、時間の関係もありますので交流会スラッシュ Q&A という形で、いらしてくださいましたので、双方向性の、交流会を持たさせていただきたいと思います。で皆さんの方から積極的に、質問を受けて、アンティアの学生がマイクを持っていきますので、今日の出演者、古川さんと、企画さんに、まとまるいろんなお話聞きたいことがあれば遠慮なく、聞いてください。で、真ん中に美女が一人急に登場しましたけども、誰ということになると思いますので、まず、三浦亜美さんの、紹介をちょっとさせていただきます。三浦亜美さんは今回、シアトルに、というかアメリカに来られたんですけれども、アイマって発音したらいいんですかっていう会社を、実際に起こされて経営されています。実際にはサンブリッドで、いろんな経営、そうです、あサンブリッジですね、すみません、CEO とのビジネスも経験され、実際に自分のビジネスを今、立ち上げられてるんですけど、なぜ今回来られてるかと言いますと、実際に今彼女がやられてるのも、企画さんたちと同じように、日本の伝統に、非常に傾注、されて、いろんな、活動をされてます。その中で今回特に今亜美さんはいろんなことをやられてるんですけれども、日本の、非常に優れた蔵元、日本酒ですね、それを、サポートしていきたいと。その、蔵元のサポートのために海外にその日本酒を紹介していきたいということで、今回、西海岸に入ってこられて、カリフォルニアから今日、シアトルに入ってこられたといったことで、来ていただきました。もともと企画さんと、古川さんの出会いの仲人、縁を持った方ですので、今日ちょっと、この交流会の Q&A の中にも今日女性たくさんいらっしゃいますので、そういった意味でも彼女に質問してみたいことがあれば、していただければなと思います。ありがとうございます。亜美ちゃんご挨拶を。はじめまして、三浦亜美です。今日このような場にお招きいただきありがとうございます。今ご紹介いただきました通り、私株式会社アイマという会社をやらさせていただいてます。バックグラウンドとしては学生起業家だったりとか、あとバックパッカーをやってたりとか、前職を IT 系のベンチャーキャピタルにいたりとか、変わったバックグラウンドがあるんですけれども、そのバックパッカーをやってた時に、日本ってすごい素晴らしいことが、素晴らしいプロダクトがいっぱいあるなと、で日本人であることをすごい誇りに思う瞬間がたくさんたくさんありました。でその後、IT 系のベンチャーキャピタルにいたんですけれども、その素晴らしいものを世界にこう正しいこう価値をですね、そのプロダクトの素晴らしいことを本当に伝えていきたいなと、でその伝えるツールとして IT を使っていきたいなと思いまして、アイマ、その地方と東京の合間を埋めて、その匠のとその使う人の間を埋める、そこをどうやってやるの、どうやって使うの、どうやって楽しむのっていうところを説明できるような、そんな会社になりたいなと思いまして、であと日本と世界の合間を埋めるということもあって、アイマという会社を立ち上げさせていただきました。はい、今日よろしくお願いします。どうも、皆さんからすぐに質問を受け付けたいんですけれども、一応アイスブレイクとして、僕も今日初めてお二人の話を全部聞いてみ、ました。で、じゃあ二人の今日のお話と、企画さんの、お話、どこに接点がと、これは私なりの一つの理解ですけど、アクロスボーダーというふうに、古川さんお話しになられて、で伝統ということで、歌舞伎をやられている企画さん、ところが魔法裏彼方のお話もさせていただき、していただきましたけれども、伝統は守るだけじゃなくて、そこに新たな、やっぱりチャレンジをされている、やっぱり壁ですね、ボーダーをクロスされようとしている、ところがそれが気がついたら、やっぱり古川さんのお話もあったようにペイトフォワード号が伝説になっていく。今日は落合君が使ってたペイトフォワードだったのが、何年も経ったらその伝説になってるという。ですから伝統というものは
守るだけじゃなくて、アンケの言葉が好きだって古川さんの言葉をまた借りさせていただければ、将来未来は、予想するものじゃなくて自分で作り出すもの、そこに企画さんが今チャレンジされている、マホルバカナタも一つの例でしょうけれども、そこに、お二人の皆さんにお伝えしたい、やっぱり一つのエッセンスがあるんじゃないだろうかなというふうに私なりに後ろで聞いてて思いました。というところで、ちょっとアイスブレイク的になったかどうか分かりませんけれども、ご自由にこういう機会はめったにないと思うんで、自分はこうしたい、もしくはこうしたいことで悩んでる、もしくはこんなことをどうでしょうかということを本当、遠慮せずにありましたらば、教師のことマイクを持って走りますので、時間限られてますから、企画さんの好きな言葉縁とおっしゃってますけれども、私の会社の縁リンクスもその縁から来てます。この場の縁というのを大切にするために、気遅れせずに積極的に思われることがあれば、ぜひ場を積極的に自分のために使ってみてください。ということで前置きが長くなりましたが、どなたか、はい、一番最初の女性の方、まずお名前、ファーストネームだけでもいいんですが、お名前と、どなたにちょっと質問したいかということで質問の内容を言っていただけますでしょうか。はい、今日はお話と演舞をありがとうございます。井山文江と申します。最初なのにこんなタブーみたいな話でちょっとお金でちょっと悩んでいるので、特に古川さんにお聞きしたいです。私ももちろんそうなのですが、若い人たちで好きなことはある、チャレンジしたいことはあるけれども、お金がないから安定した企業に勤めないといけない、就活をとりあえずしてお金を貯めてからできたらチャレンジをしようっていう思ってる人がたくさんいると思います。なのでそのまずお聞きしたいのは、古川さん学生時代からさいろいろしたりして留学もしたりしてどのように工面されたのかなっていうのだったり、あとは皆さんチャレンジされている皆さんに、特にお金で悩んでる学生だったり若者にどのようなアドバイスをできるかっていうのを少しお聞きしてみたいと思います。よろしくお願いします。まず古川さんからお願いします。ちょっと手短に話もします。僕は大学生の頃に月々20万円のコンサルティング費を払ってくれる人が5社ぐらいあった。でそれをこもってアメリカに行ったら留学できると思って、もうこんな鼻高々だったんですよ。である人にね、今20万だったか100万とかそういうちっぽけな金をもらって行くと、お前1億のビジネスやるときにあの時育ててやったのは俺だって一生ついて回られるんだから、それはもう全部捨ててけと言われてね、おなかなかいいこと言うなって、僕一つ下の人だったんだけど、で言われたのは、あお前親生きてるかって、すごいこと聞くなって。でその次の質問がね、お前親死んだらいくらもらえるんやって言われて、へーって、本当にしがない銀行マンだったんで、多分退職金含めてうちの兄の分と含めて2000万とか3000万とかそのぐらいかな、もう一生かかってもう蓄えをそのぐらい残してくれよって頑張ってのは自分の師匠だからって言ってね、だったらな、そのうちの半分を今お前に投資してくれって言って口説くんやと。で30になって40になって親が亡くなった時 にね、1000万とか3000万もらっても何の価値もないから、今自分を最後に投資するために、その学校ももちろん含めてだけど、自分のやりたいことをやるためにスタートするために1500万用意してくれたの、後で10倍ぐらいもう返したけどね。でその時に、少なくとも1年半2年ぐらいの間は自分自身も好きなコンピューター買って、もう自由に組み立てて自分のコンピューターを持って、その当時ね、パソコンって120万ぐらいしたんですよ。でも、そういうものをこう自分自身で組み立てて自分で自由に使えるようになって、初めて未来はこうなるってことも自分でつかめたし、それからそれがきっかけで最後にはそれをちゃんと親に返すこともできたと。だからその誰かにその小金っていうか、もう20万でも100万でもすごい大きなお金だけど、そういうところでこうお金を追っかけるとお金は逃げていくんだよね。だけど本当に自分を信じてくれる人に投資をしてもらったら、ちゃんとそれを利子つけて返すよってことをちゃんと保証すれば、お金はねどんどん入ってくる。だからお金って不思議なもんで、
早く使わないとなくなっちゃうよって僕が言うんだけど、だから正しいことにそのやはり投資をするっていう先輩が見つかったりね、それからもし親御さん生きてられるんだったら自分に投資をしてくださいと、10倍にして返すからってもう嘘言っちゃったらさ、本当にそれを実現すれば本当にまあ結果としてはプラスになるんじゃないというのが助言というかサジェッションですね。まあ自ら自分はそうやって生きてきました。ありがとうございます。マイクこれいただけますか。スイッチ入りました。ごめんなさい大きくて。僕が入った時は、僕まあ歌舞伎の家に生まれてるから結構裕福だと思ってる方もいるかもしれないですけど、うち生活保護を受けて育ってました。うん、全くお金なかったです。ただうちの母親は人脈がありました。なので僕は人だと思ってます。人が財産だと思ってます。で必ず友達を作ることです。で家族に可愛がられてる人っていうのは他人寄ってこないんです、意外と。だから僕親いなかったですほぼ。でも親がいない分他に人がいたなと思います。で言われたのは金は後からついてくるよと。そうそうそう、うん、まずやりたいことのためにお金が必要なのは分かりますけれども、今の世界ってどうにかなります、演奏中じゃないので、なので勉強の仕方って僕いろいろあると思うんですね。例えば僕の場合だったら歌舞伎入っただけでもそれが勉強なんですよ。もしくは国立、もしね男の人しかできないんですけど歌舞伎は国立劇場の歌舞伎養成所とかなんです。僕そこの出身なんですけど、そこの所は一般の方が入れるんです。しかも奨学金ももらえるんです。だから探すことじゃないでしょうかね、まずその何かをしたいところを。そこから先にお金はついてくると思いますし、僕初任給7万6000円でしたね。だから一人暮らしもできなかったですし、ただなんとか食えないと食わしてくれる先輩がいたり、ただその先輩に言われたことは、本名吉彦ってね、僕よっちゃんとか吉彦って、お前が大きくなったら俺に恩返しなんかしなくていいんだよ、まあ後輩に絶対飯食わせろって言われたまんまの人が多いです。逆に今の方がお金確かに年収上がりましたけど出線が多いですね、後輩が増えてきたなのでまず僕が今言えることはどうしたらお金を稼げるかじゃなくて、人をいっぱい作ってほしいなと思うのが僕の考えですか。はい、そしたらお金がきっと後からついてくると思います。はい、ね、できたらこうお部屋見舞いとかお菓子じゃなく僕もご祝儀が欲しいと思ってもらって松葉ですね。そうですね、あのね、そうなんですよ、日本の言葉って面白いんですけど、こうご祝儀お金ですって出さないんですよ。ご祝儀袋に松の葉って書くんです。なんで松の葉って書くか分かります？いやもう所詮これ葉っぱなんです、でも松ですよって渡すんです。松竹梅の一番いい葉っぱですよと。それが日本人の面白いところで奥ゆかしいところなんですね。ダイレクトに伝えるんですね。だから松の葉って書いて渡したり、お茶代とかお金ですよ、そお茶ぐらい飲んでください、もうご飯も食べれませんからこんなもんだと。だからそれを数字に表すんじゃなくて気持ちです。でもらった時にまた今度後輩とか下に気持ちを返していけば、返していかないと自分のところに僕は返ってこないと思う。うちのさっき古川さんが言った通り、うちの母親は年子お金は使わないと入ってこないよ、使いすぎて死んできましたけど、うちの母親はええって感じでしたけど何だったんだろうと思いますけどね、今思うと、もう何にもなく借金なかっただけ良かったかなぐらい死んできましたけど、でも本当に使っていくとどんどんまた回っていくものなので、そこで止めておいたらダメだと思いますし、僕一番大事にしてほしいのは時間です。1日24時間だけは人には平等ですから、例えば48時間あったらば時給1500円が3000円になりますよ、わかります、倍働けますから。だから時間を大事に使ってほしいですし、それもお金になると思います。時は金なりです。はい、面白いのがですね、古川さんがいただいたアドバイスとか企画さんがおっしゃってたこと、私も同じようなことを違う人から言われてるんですね。で一つ目に私もやっぱり人だと思います。で、起業するというか、まあ、こういうことがしたいなって決めてから、それに必要であろうスキルとか必要であろう人たちをこうどういう人が必要なんだろうってことを考えて、その業界に近い人たちのお手伝いをめちゃくちゃしました。でそのところはお給料とか関係なしにもう勉強させてください、もう本当にその業界知りたいんですっていうことで、お金のことは考えずひたすら勉強しました。そうすると気づくとなんか、でもね危ない企業あるから本当に気をつけてくださいもうね芸能界さお前売ってやるよっつって、もうバーとかで働かしてる人いっぱいいるんで、一言僕に相談くださいね、そういうことは、はい、
リュウさんもよく言ってます。あのお前売ってあげるってやつだけにはお前ついていくなよって。これは芸能界ですけどね、はい、そうですね。起業家もあの謎のあれですね、なんかただ働きをさせちゃう会社もあるかもしれないんですけども、その後に私がやったのは本当人の人にいろいろ助けていただいてます。今何いろいろ助けていただいてます。でありがとうございます。あとプラスアルファしていくつかあると思ってて、もう一つがあとはあの行政書士の補助者を私はやったりしてました。なので会社を作る上で絶対法律必要で、お金回りの計算ができないといけない。でそれでその先生に近いところでちょうど、まあ、何でしょう、その法律が変わるタイミングだったので、私は営業ができますと。なので案件を持っていくことによってっていうことをやったりとか、あとは、起業するときに私は前金でできるビジネスを始めました。まず最初に自分がそのお金をすごい使わなくても、まずは入ってくる先にお月謝がいただけるとか、そういうあの前金でできることから始める、まあ、ちょっと泥臭い話なんですけれども、そういったところを考えてやってました。はい、ありがとうございました。私はファシリテーターなのでコメントを差し替えて次に移りたいと思いますが、でも今のお三方の話を聞いて私の経験を一つ付け加えさせていただくと、やっぱり皆さん今若いのでお金を貯めるということよりは使い方かなと。貯めても単なる数字だと思うんですね。100円が1万円の価値になるか、1000円が100万円の価値になるかっていうのは、お金っていうのは使い方だと思うんですね。だから今日の古川さんのお話にも中にあったように、ですから投資をする、皆さんは今日5ドルっていうことで来ていただいたけれども、その5ドルが今日のご縁ネットワークでひょっとしたら何千ドル何万ドルに将来なるかもしれない。それやっぱり使い方だったと思うんですね。ですから、まあ、お金貯めるっていうのは大変ですけれども、松下幸之助はお金は握るものじゃない、触るものだと。握って貯めるって言った途端にお金は逃げていく、右から左へ流したら人の縁でまた大きくなって帰ってくるっていうのがお金じゃないかなっていうのは、優しくて現実は難しいんですけれども、そこの気持ちを忘れられずに今の皆さんの一つの応援歌と聞いていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。他に売ってあげますから、どうぞ。IT 関係はこの辺もちょうどいらっしゃいますからね、そういう時はどんどん売り込まないとダメですよ。他にどうでしょう、そういうふうにどんどんこの機会を逆指名、はい、あ、逆指名が出ましたね。カオルさんですか、どうぞ。昔ね、私がボスだったんだけど、今はパフォーマンス、ダンスのパフォーマンスやってる人、奥村薫と申します、はい、この説には本当にお世話になりました、はい、何のお世話もしてないですが入れてもらったおかげで今ここまでたどり着いておりますが、あのやはり、まあ、今私こちらで暗黒舞踏のパフォーマーとして頑張っている 途中なんです。でやはりその縁っていうのは非常に大事だと思います。でその中で今までは割に幸いいろいろなイベントの企画が向こうから来た、でそれが本当に嬉しいんだけれども、今その寄ってくるものとさらにじゃあ自分からどれだけ働きかけていくか、そのバランスですねというのについて何かぜひ。じゃあこの質問は企画さんの方で、はい、よろしくお願いします。これは難しいですね。僕もその歌舞伎をないがしろにしてはダメなところがあって、ただ今の歌舞伎界だけでは満足できない部分もあるんですね。そのどうしても閉鎖的な世の中になってる歌舞伎界が僕はあまり好きではないんです。ちっちゃい子供が憧れてほしいなと思うのが歌舞伎界になってほしいので、たださっきのまほろばの話じゃないですけれども、これいいもんだよって押し売りしたとこで人にはわからないです。やっぱり味見してもらうことが大事だし、3回食べてダメならその人に合わないから僕は諦めますし、うん、あの全員っていうのはこれ難しい話で、僕平等って言葉が大嫌いなんですよ。平等なんかないんです。平等にしちゃったらば人間が人間じゃなくなると思います。人間は僕は傷ついて成長していくものだと思ってますし、頑張ったら頑張った分だけ必ずご褒美くれますから。でもし自分頑張ってるのにと思ってご褒美がない時は、それは努力の仕方が多分間違ってるんです。それは10年後か20年後かに気づくこともあります。うん、だからこの出し入れって僕難しいと思うんですけれど、これもタイミングですかね。今こうやってこの場にいられるのは歌舞伎がお休みだったから来れたんですね、そして古川さんという縁をいただいて、三浦さんからいただいた縁で、うん、
だからこれはもう本当に僕はタイミングしかないと思いますし、ただ思ってるシーンはずっと一緒なんで、シーンだけブレないですけれど、うん、それがブレるとおかしな方向に行くんじゃないでしょうか。その出し入れというのはもうタイミングでできるタイミングだけでいいんじゃないでしょうかねと思います。その偉そうなことは僕本当に言えないですけれど、あの、あ、今日こうとこれできるなと、あ、これ今無理だな、もうそれで諦めればいいし、やっぱり自分の本業を大事にしなくてはいけないと思いますし、はい、ぐらいでしょうか。ありがとうございます。他に、はい、どうぞマイクお願いします。あの講演と、すみません、お名前を一つ、はい、金子と申します。講演と舞踊は ありがとうございました。で、中村さんに2つ質問があってですね。はい、何でもありがとうございます。あの、私エンジニアってあんまり人前で喋るっていうことがなくて、結構人前で喋ると緊張する。エンジニアというのはこう、あ、そう、あ、そう、技術者、技術者、技術系で人前で喋るっていうことがなくて、ちょっと緊張することが多いんですけど、で、中村さんがダンスをやる前に緊張していますと言ったような気がしていて、はい、ただその割にはあの始まった途端にこうピシッと線が入って、あと声がすごいいいなと思ってたんですよ。恐れます。あの、よく先輩にも言われますけど、お前のような声だけだと、はい、で、なんかその声をなんか張り上げるというか、よくするのになんかトレーニングとかそういう気を使っているところがあるのかっていうのが1点目と、あ、ごめんなさい、あと2個、あと1個あって、あの、歌舞伎の本質っていうのは漫画ですと、で、誰が見ても分かるっていうのが必要だと言われてたと思います。で、あの、いただいたパンフレットを見ると、アメリカとか韓国の海外市場に進出していると思うんですけれども、それは文化的なコンテキストは多分国によって違うと思っていて、例えばそのお茶とかお酒を飲むっていう動作がアメリカ人には多分伝わらなかったりするんじゃないかなと思ってますと。で、そういう海外市場に出るときに何か注意されていることとか、リサーチされていることが、例えば街の人をウォッチングするとか、そういう何かされているものがあるなら、あの、エピソードとかを教えていただけるとありがたいです。なるほど。じゃあ最初の発声の、最初は発声ですか。はい、全く勉強してないです。全く勉強してないです。ただ歌舞伎はマイクを使わないので、あの、芸事っていうのは1日2日でできるもんじゃないです。お稽古場に行ってどうのこうのじゃないです。もう爆発だと思います。とにかく役やらせてもらえるまで頑張るしかないです。で、発声ね、マイクだったら多分あれですけど、まあ一番向こうの人に分かるように話さなきゃいけない。例えばこういうパフォーマンスも僕が教わったのは、3階の一番上の人が分かるようにお芝居しなさいと。そこだけじゃないんだよと。ただ映像っていうのはここだけでお芝居できるんですよね、あなたさって。でもこれをもし女口説いてるように見えると、どうやったら食うって思ったら、お前さってこうやると向こうの人まで見えるわけじゃないですか。でもここだけでねってやってると、何やってるか分かんないじゃないですか。これが映像と舞台の差なんですよ。で、声の出し方も多分そうだと思います。ただ全く勉強してないんです僕は。音楽家ではないので、あの、よく何でしたっけ、こう腹式呼吸とか言いますけど、そんなこと考えたら芝居できないんで、で、僕の場合はそういう教え方です。気持ちでお芝居しなさいと。じゃないとお客さんは僕の中では感心したくて来てるんじゃないんです。感動したくて来てるんです。涙流したかったり笑いたかったりして来てるんです。そんなんでここで考えたら、人は僕は笑わないと思ってるし泣かないと思ってるんで、全部ここです。ただ声の出し方はその気持ちが声に出ます。例えば大きな声出せばいいわけじゃなくて、息だけってのがあります。頼むよっていう時もあります。それが向こうの人でも頼むよって聞こえてるんですよ、うん、これが気持ちなのかな。だから声に関してはそこまで気にしたことはないですね、うん、ただ大きく口開けてはっきり言いなさいってことですね。あとゆっくり喋りなさいとか言われました。あ、一個だけ、口を大きく開けるとゆっくり喋れます。噛まないです。ただちょっと、あの、なんか機械的になってしまいますけど、口を大きく開けるとゆっくり喋れるみたいです。これは先輩に言われたことです。で、二つ目が、はい、海外にエピソードとか何、それは全く気にしてないです。ただの人間なので、そのお酒飲む動作とかって多分万国共通だと思いますよ。さっき僕ペットボトルで出しても多分そう見えたかどうかわかんないんですけど、これが日本酒だけのことで、あの、説明セリフがあるお芝居って面白くないんですよ実は。あの、これは何年何月何日にどうしたとか
1時間半でお客さんが入ってくる情報量って限られてるんですよ。なんとなくこんな時代でいいんです本当に、うん、だこれが本当のお芝居なので、例えば僕街歩いてても見ちゃうんですかね、癖なのかわからないんですけど、だからテーマパーク行ってるとか、こんなただ理由なんですけど、ミッキーだったらミッキーらしくする動きがあるんですよわかりますか、らしくなんです本当に、うん、ミッキーだったらどうかわかんないですけど、ミッキーだったらこうだとしましょうよ、ミニーだったらこうなはずなんですよ、ね、これだけでも僕らの勉強にはなるんです。例えば女型ってありますけどね、ちょっとアミちゃんマイク持っててもらっていいですか。普通にこういう格好見たことあるかどうかわかんないですけど、これって女性がする動作なんですね、女型がする。これ何してるところがわかります？おっぱい隠してるんです。で、若いうちはこの辺なんですよ。でも年取るとだんだんこうこれだけでおばあさんに見えるのが歌舞伎の芸能なんです。ちょっと襟抜いてこうね、あんたねこう思って、もうおっぱいこの辺ですよね若い頃はもうやだわとこう金子くんもしよかったらどうぞってわかります、うん、これが技法なんで、街見てるとそんな人を見てたんじゃないですか。例えばこうおばあさんだったら外国の人だってスヤついて歩くじゃないですか。日本だったらこういう振りでこういう振りもあるんですね。こういうこれだけのおじさんとか。で武士だったらこう威張って歩くとか。だから漫画です本当に。強調して見せてるだけなんで、世界に共通していることはただの人間ですから、そんなに文化の違いはないと思いますよ。そこまで細かいことはないですからね。だからあまり研究してるというよりは、僕は人を見るのが多分好きなんだと思います。おもろいなこの人と思いながら。はい。はい、ありがとうございました、はい、おっぱいの観察はよくされてたみたいですけれども次に移らさせていただきます。他に、ご質問何でも、はい、どうぞ。中村武義と申します。お三方にお聞きしたいんですけども、まあ、尊敬する方もしくは理想とされている方というのを教えてもらいたいんですが、まあ、古川さんや三浦さんの場合でしたら、まあ、経営者として、まあ、過去に尊敬して非常に感銘を受けたかったところですね、目指している想像とか大きさですし、三浦さん、あ、すいません、三浦さんですかね、はい、はい、中村さんにはより、まあ、歌舞伎役者として、こういうさらに、目指しているという理想の方がいらっしゃればお聞きしたいと思います、はい、じゃあ経営者、役者としての尊敬される方ですか。ね、経営の上手い人って基本的に嫌いなのよ。あいいですね。僕最初に社長になる時にお約束したのは、僕はきっと0を1にはできるけどね、1を10にしたり10を100にするタイプじゃないから、そういう優秀な経営者が僕より優れた人はきっと5万人でも10万人でもいるから、僕は5年間経ったら社長を降りますっていうのが僕の社長の就任の時のメッセージなの。 で5年経って社長を継いだやつは10年座ってたのよ。でその10年座ってたやつは、俺なんかバカじゃないから5年で辞めないもんって言って10年座ってたやつはいますけどね。だから経営のうまいやつ見てると本当にちょっと本当にお客様のために誠実になんか物を作ったりなんかお届けするって気持ちじゃなくて、会社をもっと大きくしなきゃいけないとかさ、そういうタイプの経営者ってもう優秀なやつ見れば見るほどね、もういやこいつ嫌いっていう感じになっちゃうね。だからじゃあ逆に深澤にお聞きしますけど、シティの記事を見られた方いらっしゃるかもしれませんけど、裸の古川って誰だと、マイクロソフトの初代社長だったとか慶応義塾大学 KMD の今教授だとかじゃなくて、自分が鉄道マニアオタクだというふうなのが一つの裸のだとおっしゃいましたけど、裸の古川から見たらばこんな人っていいなっていう方は挙げるとしたらどなたかいらっしゃいますか。その経営者っていう枠を外した場合、そうね、あんまりこうなんかスポーツ選手に憧れるってのもないし、役者が好きってのもあんまりないし、歌手が好きってのもないし、なんだろうな、逆に鉄道の機関士の方でいらっしゃいますか。いやそれほどオタクじゃないけどね
だからあんまり人に憧れ持たないで、つまんないあの答えだけど、あの誰かを乗り越えようとか目標にしようとか、あの憧れを持ってとかっていうのはあんまりない人なのか、ちょっと言われてみるとちょっと逆に悲しいかなという気がするけど、まあ、逆にでも自分の軸で自分で作っていくっていう言い方見方もあるわけですね、うん、だからもうあのああいう人になりたいじゃなくて自分はこうだっていう、いやそんな感じです。でも友達とかあの自分の子供たちにはもう僕の真似しちゃダメだよって言うんだけど、はい、同じぐらいやんちゃだったらもう絶対にもうお父さんも許しませんからねって絶対そんなやつと結婚するなみたいなはい、はい、じゃあ光さん、いやとんでもないです、はい、尊敬する人ですか、ね、これ取られてるかな、大丈夫かな歌舞伎役者には一人も尊敬する人はいませんいや本当にこれも同業者の話なんで、もう喧嘩とかし放題ですから僕ら。いや今日のテーマでいくと壁を外すということで同業者ないっていう。そうですね、僕はさっきから言ってるようにウォルト・ディズニーという人です。あの人のまあ僕ロサンゼルスのアナハイムが一番好きなんですよ、ディズニーランドで。なので今アメリカに休みのたんびに行くんですけど、パワーをもらいにね。ただあの人の言ってることっていうのは一つも間違ったことエンターテインメントは言ってないです。で実現させてます。なので、あこの人と一緒に仕事したかったなって、もう僕が生まれる前に亡くなってますけど未だに思いますね、うん、だから何かあった時はこういろんな本とか読んでるとあの人の言葉が出てきたり、またあの人の意思を継いでるお弟子さんじゃないですけどアニメーターたちの方が作った作品が残ってるのをまた見ると、作品から僕はいろんなことを勉強したんですね。あの本当に学校行ってなかった分、なんて言うんでしょう、映画で芝居、まあ、テレビ、それで人生を勉強したようなところがあるんで、だからウォルト・ディズニーかもしれません。ただ歌舞伎役者、まあ、見てましたけれども、皆さん素晴らしい芸は持ってたと思います、尊敬もしてます。であの本当に体酷使して、うちの富士郎なんかもそうですけどやってたなと思いますし、だから歌舞伎役者亡くなった方全員は僕やっぱり尊敬はしてますね。あのあとそういうものを作って僕に伝えてくれたということですね、うん、それはやっぱり今生きてられるのは先輩があるおかげだと思ってますし、はい、はい、ありがとうございます。他にご質問、あごめんなさいちょっと時間の関係もあるので一つもう一つ二つ、はい、中村企画だそうです、はい、はい、どうもそうですと古川進だそうです、はいということで、じゃあ、もう一つ二つ質問、ちょっとあらやっと上がってきましたね、男女で次は女性に行ってみましょうか。女性の質問者の方マイク差し上げてください。元気よく手を挙げられたところに多分いると思います。はい、ありがとう。ああちょっと残念でした、向こう行っちゃいましたね、はい、次に行きます、はい、すいません、大阪から来ました、大阪で大学院生をやっている関谷と言います、うん、あの大学院で今脳とか狂言を研究していて お話を伺って、はい、楽しかったんですが、あのその例えば日本の大学では今その文系学部の予算がその縮小されるっていう話が出ていたりであったり、そのやっぱりその伝統とか文化っていうのをあのなんていうかそのちょっと無駄なものだと考える人っていうのは多分一定数いると思うんです。でそういう中でその伝統とか文化っていうのが社会の中でどういう役割を果たしていけるのかっていうのを そういう分野を担っている人たち、例えばその演者の方々であったりその研究者の人であったりっていうのがもっとその声高にこう叫んでいかないといけないのかなって思っていて、その皆さんにそこでお聞きしたいんですが、それぞれのお立場からその社会の中でその伝統とか文化っていうものが担っている役割っていうのをどのようにお考えですかっていうことをお聞きしたいです。お願いします。これは逆にちょっと答えやすく若い順でいきましょうか、うん、アミさんの方から。はい、はい、私 IT 前職いたっていうのもあったんですけれども、別に IT をディスるつもりは全くないです。ただIT っていうのはよくうちのあの社員の人たちとも話してるんですけれども、あの人の全部便利にしていくんですね。人が住みやすくどん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 なっていくってなると、実は人の雇用とか
こう実は感情とかそういったところがちょっとだけ声を減らしてしまったりとか、あの 人っぽくなくなっていく瞬間が増える時もあったりすると思います。逆もしっかりだと思うんですけれども、でそうなった時に、なんで私が文化の方にシフトして、うちの会社自体もその元々 IT とか金融の人間で実は構成されてるんです、うちのメンバーみんななんですけれども、どうしてその文化の方にみんな来たかっていうと、やっぱ生きるって感情動くところだよねと。でさっきの尊敬する人っていうのも皆さんですっていうのと、さっきの中村企画ですっていうのもあんま間違ってなくて、あの人みんな結構すごいなって本当私常に思ってます。人の感情動くタイミング、自分自身も感情コントロールするのがすごい苦手なタイプなんですけど、あの感情でいろんな人たちが動いてて、そこで社会が構成されて文化ができてってる。でそれの集合値がなんかその伝統だったりとか、そういったものに見えてるので、私自身は何でしょう、そこの部分がすごい今後、その私は IT を使ってそこを見える化していきたい。で IT はある意味私の中でツールなんですね、その文化の見える化の。なのでそこをもっと、実は文系縮小してってるかもしれないんですけど、どっかでみんな気づいてる気はします。はい、ありがとうございます。じゃあ金額さん。はい、全く同じことです。人間として生きてる以上文化は必要です。これがターミネーターになっていく可能性が今あるなと僕も思ってるんです。実は意外とこれターミネーター化してないかなと。で世の中が便利になれば便利になるほど人間ってどんどんバカになっていきます。体も動かなくなっていきます。だから機械と人を使いようじゃないかなと思いますし、人として生きていくには音楽って必ずどの国もあると思いますし、みんな口ずさんで歩いたりとか、それだけで仕事が楽しくできる可能性もあると思うのが僕は文化だと思ってるので、人間24時間働けないです。寝なきゃいけない。でもずっと仕事してると何しに生きてるんだろうじゃあお金いっぱい儲かる、お金いっぱい儲かる、このお金何のためにあるんだろうってたまに思うんですよね。まあ、僕なんてほとんど飲み代に消えていきますけど、でもそこで僕お酒飲む場所のうちの父親から教わったことってこれだけなんですよ。芸のことなんか一切教えてくれなかったです。お前飲み行った場所で先輩が帰るまで帰るな、これだけです。そのおかげで少しずつ役もらえたりしてます。そのおかげで先輩からいろんな教えを被りますね。だからこれが文化で、それが後々の僕のお金になってきたりもします。うん、だから絶対文化は必要なことだと思いますし、特に学校行かれてるとね、勉強勉強っていうじゃないですか。特に日本の例えば学校って僕授業がつまんないと思うんですよ。こっちの僕聞くところによると、アメリカの学校の先生とかだと、授業は俺の場だと、俺のステージだと、お前らみんな聞けやと、もうロックですよねほぼで学校、日本はどうもそういう方が少ないんじゃないかなと。僕小学校の時の先生が大好きだったんですけど、今はもうあの先生っていつ休んでたんだろうなと思うぐらい40何人の面倒全部見てましたね。うん、でも僕にも、僕本当出来が悪くて学校成績全部1とかだったんですけど、お前は国語の能力だけはあるからって認めてくれて、うん、だから今あるのかもしれないですね。だから文化っていうのは決して人間としてなくしてはいけないもんだと思う。じゃああなた何のために生きてるのって言ってあげてください。はい、でもう全然その勉強するあれがないとか時間がないとかお金がないってなったら僕に相談してください。例えば僕はちょっと学校行って人踊りぐらいだったらさせてもらえますし、空いてる時間で行けますから。大阪のどこですか？どこですか？大阪の学校は大阪大学、場所どこですか？吹田ちょっと遠いな南ぐらいだったらすぐ行けるんですけどね。でもこれ冗談抜きで今僕がやってることなんですよ。その小学生に歌舞伎を見せたいんですけど高いんですよね。まあ お母さん連れて一緒に行きたいけど行けないから、じゃあ小学校行って空いてる時間にやろうとか、そう思ってる歌舞伎役者僕の周りにはいっぱいいますから、本当に相談してください。本当に無償で行きますから、ガソリン代ぐらい出してないぐらいで行きますから、サンドイッチ1個作ってくれたらそれだけで満足です。だからそういうことをしていきたいし、それが後々の僕らのお客さんになってくれるとも思ってますし、うん、だからとにかくそういうことがあったら、じゃあ企画さんこういうことをしたからってもう言っても構わないです。もういくら叩かれてもいいんで僕は本当に、そういうふうに発信してください。
人として生きるには文化は絶対必要です。はい、ありがとうございます。じゃあ古川さん。僕はね、あの病気して分かったんだけど、このまま死んじゃうのはもったいないなって気がついたのは60歳でしょ、はい、でも今年もう61になってるんだけど、でそれまでね、今年になるまで歌舞伎って見たことなかった。あんなもんってなんかバス乗ってじいさんばあさんが行くもんだろうみたいな感じで若い人間には無駄な時間だぐらいにずっと思ってたわけで、行ってみるとね、あ結構面白いなって言って途中までガッと寝ちゃったんだけどあの全体の流れの時間はやっぱり僕には向いてないかもしれないんだけど、その曲所曲所の表現っていうのがすごくあった。あの本当にマイクなしでなんでこの人こんな声が通るんだろうってもうすごく素敵だったしね。あの写真見ていただいて分かりませんか、あの2人並んだ写真あるでしょ、僕より全くすごい大きいな巨人みたいにこう写ってるね。でね、あそれはでも技法なんですね。あの、やっぱり今これ何も入れてないですけど、大きく見せるためにこう筋肉を着たりとか、あと衣装の着方でちょっとこっちに引いてみたりとか、あとうちのおじ、まあ、踊りの天才だったんですけど、ちっちゃかったんですね。道具を逆にちっちゃく作らせるんですよ、うん、とかやってましたね。だからもうこれは技法ですね。玉三郎さんなんかもそうなんですけど、あの人って意外と怒り型なんですよね。だからここにタオル入れるとちょっと撫で型に見えたりとか、あそう、もうそれは個々の、だからね、もうびっくりしたのはやっぱりあの、まあ、そういう表現方法で、あこんな大男との隣に座ってるんだと思って、まあ、立ってるんだと思ったんだけど、実際会ってみると僕と、まあ、ほとんど同じぐらいの人なんだけど、あの、まあ、言いたいのはその偏見を持ってね、まあ、食わず嫌いでいるといつの間にか60まで来ちゃうからなんかもったいないよって、あと人生残るのかあと何回いけるのって考えたら、もうちょっと早くから知っときゃよかったと思って本当に。だからあのこの中にもまだあの遠目には知ってるし、おじいちゃんおばあちゃんも行ったことあるけど自分は行ったことないっていう人は、まあ、あのぜひとにかくね行ってみてくださいという感じかな、はい、ありがとうございます。文化についてですけど、今お三方に共通しているのは多分IT という道具をいくら使っても共有できない、こういう場の共有じゃないでしょうかね。時間は同じ時間帯でテレビ電話で話せても、この場にいらっしゃる、もしこの今お三方の今日の講演なり演劇をあと YouTube の録画で見ても、今にいらっしゃるさんと同じ感動があるかと思うと多分すごい良さがあると思うんですね。ですから多分文化っていうのはこういう場の共有、いくら世の中が便利になっても自分の足で会いに行く、もしくは会いに行ってあげるよと企画さんがおっしゃったように、そういう人と人の皮膚感覚が分かるような場の共有が多分文化をずっと続けてくれるんじゃないかなと思いますね。そうですね、やっぱり使い勝手だと思います。そのウォルト・ディズニーの話になっちゃいますけど、テレビができた時に映画業界の人は全員テレビを敵だと思ったらしいんですよ。ただウォルト・ディズニーだけはこれは共存しないのは損だと、で自分のテレビ番組を作らせてディズニーランドも紹介をしたらお客さんがいっぱい来ると。だから今インターネットもその使い勝手がね、はい、一番大事だと思いますし、宣伝の発信の仕方もね、写真の撮り方一つもそうですけどね。そうですね、道具に使われずに使う方になって文化をきちんとやっていきたいと思います。本当はあと 2,3 人と手を挙げられていたし、元気に手を挙げられたその方も非常に私個人的には気になってるんですけど、向こうから救済が出てきまして、時間でカットだとやらないとファシリテーターお前クビだって今合図が来てますんで、最後にちょっと、ファシリテーターとしてあの一言皆さんにもう一つお伝えしておきたかったのが、今日企画さん言われたマホロバの彼方、伝統の歌舞伎をやられながらも、ルナシーの坂本川村さんとか皆さんと、新しいチャレンジをされてる、でそれを皆さんに今日市販もどこにも出てないものを CD でお渡しされてます。で古川さんおっしゃったように、5ドル惜しいから、外注せずに自分たちでやれたっていうんじゃなくて、本当に昨日の夜遅くから、まあ、昼間からですね、企画さんも古川さん、パート家族含めて CD を入れたり貸したりして皆さんの、お渡しするものを、焼かせていただきました。というのはやっぱり人の縁ということで、企画さんもおっしゃってるやっぱり皆さんに来られてくる誠意には誠意で応え合うという気持ちの表れじゃないかなと。でマホロバということをまたやってみたいとおっしゃってたその企画さんのその心意気に、ひょっとしたら日本で次の最上位じゃなくて、ひょっとしたらここのシアトル初でできれば
と私は思ってますし、そうですね、はい、本当は歌舞伎やりたいんですけれども、歌舞伎っていうのは全部生なんですね。演奏者から大道具さん、経費がものすごくかかるんです。ただ普通のこの西田大輔ってまほろばを作った人は、ちっちゃい劇場から始めた小劇団の人なんですよ。なので道具もかからないですし、あともう出来上がってる作品ですので、できたらばこっちにいる若いミュージシャンの方を演奏家に使って生でやりたいと思ってるんです。で、やっぱり録音の音楽よりも生の音楽の方がいいと思いますし、で、リュウさんにももうその話はなんとなくしてますし、西田さんにもその話はしてますので、あとはもう皆さんがどう発信してくれるかですから、今日の音楽帰って聴いてみてください。僕はいろんなジャンルの曲が入ってます。ロックも入ってます、バラードも入ってます、ゴスペルみたいなのも入ってます。でもやっぱり先ほどおっしゃったけど、文化って何が大事なのって言うけど、そこからいろんなものが回っていく可能性はあると思うので、ちなみにそのお話というのは、勝海舟の時代、坂本龍馬の前の人たちの時代です。要は今の日本を作った人たちの話なので、必ず外国の人も楽しんでもらえるお芝居だと思いますので、ぜひ帰って聞いて、感想でも別に全然 Facebook とかそういうのにもつぶやいてもらっても結構です。そうですね、はい、それが SSN の力になって本当に、実現できると思いますし、最後になりますけれども、企画さんの中で私もブログにおとつい書かさせていただいたのが、人は叶えられない夢は見ないと、叶えられる夢だから見ると、ということは諦めなければ夢は実現できると。で、今言ったじゃあシアトルでもうやろうということは、皆さんのそういった発信があって、一緒に皆さんと頑張っていけば、夢が夢じゃなくて来年になってまたここで本当のまほろばの彼方を見られるかもしれませんので、それは一人ではできない、皆さんの力、もしくは皆さんのお友達、知り合い、そういうことに輪を広げていけば、今日の一つの、テーマだった壁をですね、またぶち破ることができるかもしれない。その中に参画されてる、まあ、私が参加したということが、また皆さんのいろんな仕事とか私生活でも自信なり誇りなり文化になっていくんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。ということで、ちょっと時間オーバーしましたけど、クビにさせずに、この辺で締めたいと思いますので、今日はどうも本当にありがとうございました。